皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数数学教室、小学校3年生で学習する重さの単位、トン、キログラム、グラム、その中でも特にキログラムをグラムに直す、またグラムをキログラムに直すと、そういう問題についてお話していきたいと思います。この問題を解くとき必要な知識は単純な2つだけです。1トンは 1000kg、 1kg は 1000g。 これさえ覚えてしまえば、キログラムをグラムに直す、トンをキログラムに直す、でその逆、これは簡単にできます。ではどんな問題あるか見てください。括弧1、4トンですね。4トン、1トンが 1000kg ですから、それが4つ分なので 4000kg ですね。括弧2、3kg、 1kg が 1000g ですから、 1000g が3つ 3000g ですね。括弧3です。2700g は何キログラムと何グラムかという、こういう問題ですね。これ迷っちゃう子は、この1000の位とそれより下の位を別々に分けて教えてあげてください。2700というのは 2000g 足す 700g なので、 2000g は 2kg ですから、 2kg とあと 700g と、こんな風になりますね。分かる子はもう即2キロ、 700g とやって構いません。括弧4番も同じように考えます。 1030g とできちゃうから、もう1キロとあと 30g だよと、こういう風にやればいいわけですけれど、ここでちょっと迷っちゃう子はやはり、1000の位、1000足すあと30だからね、1000g は1キロだから1キロ、残り 30g だから後ろが 30g だね、とこういうふうに、示せばいいわけです。5番です。この5番と6番というのは間違う子が多いんですね。 5kg と 47g、 これを、5470とかね、 547g という答えを出してしまう子がいるんですけれど、そういう場合はこのキログラムの部分とグラムの部分を2つに分けて考えさせます。5kg は5000ですから、5000足す47、ね、こうやって計算すると、あ、5047g と、ね、こうなりますよね。でミスの多い子はこれ、この足しなんですね。5000足す47を筆算、縦の式でやればここも答え5047と出てきますね。6番です。 7kg と 2g、 7kg、 2g ですね。これも同じように 7kg の部分を 7000g と置きます。で足す 2g なので 7000 足す2だから 7002g だね、とこういうふうに説明すれば理解しやすいと思います。7番です。 1.2kg、 これが何グラムか、ね、これはですね、この 1kg が 1000g と分かっているので、この1の位が1000の位になるので、この下に1000と書いてください。そうすると1000の位が1だから1、その下の2は100の位だから2、そこから後ろ10の位と1の位がないので00と書いて 1200g と、このように出ますよね。掛け算ができる子は 1.2×1000 をやらせても構いません。8番です。 6.05kg と、これをグラムに直します。で1の位は1000の位になるので、ここに 1000g と 1kg は 1000g というつもりでこう書いてください。そうすると1000の位が6ですから6000、そして100の位は0ですよね、0で、10の位が5ということで5で、1の位はないので0で
6050g と。分かりづらい子どもたちにはこういう教え方をしてみてはどうでしょうか。で、分かる子は即6050と出るので問題ないんですけれど、よく間違える子っていうのは考え方としてこのような考え方をしてみてはどうでしょう。9番、今度は7番8番と逆の問題になっています。9073g は何 kg か、こういう問題ですね。1000g が 1kg ですよね。ですからグラムを kg に直すとき、1000の位は1の位になるので、9073の下に 1.000 こう書きます。こう並べると1000の位が1の位、その後ろに小数点がついているので分かっちゃうことは、ここでもう 9.073kg と、ここの点がここの位置に来る、ね、こういうことに気がつくんですね。これがあまりよくわからないお子さんは今度はこうしてください。これ1の位が9、小数第1は0だから小数第1に0、小数第2は7だから小数第2に7、その下が3だねって、 9.073kg だねと、こういうふうに示しても構いません。で、分かりやすいように教えてあげてください。10番も同じです。1234g は何 kg か、この下に1000の位が1の位なので1.000と書きます、ね、分かる子は小数点がここだから1000の位の下に小数点、ね、1000の位と100の位の間に小数点がつくので1.234kg が答えだと分かるわけです、ね、でも分かりづらい子供は1の位は1、小数第1、10分の1の位が2だから次が2、そして3、4といく、だから 1.234kg だよねと、こういうふうに、してみてはどうでしょうか。今回はキログラムをグラムに直す、またはグラムをキログラムに直す練習、これについて扱ってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。